最高でよかったね。こっちは大変でしたよ。なんで大変だったんですか。ずっと作業で。ああ、まあ綺麗になってますね。朝から晩まで綺麗になってましたね。全部枯れ葉全部向こうの左サイド全部あの軽トラで3倍分やって。通りでちょっと痩せたなと思ったんですよ。痩せた。いやもう、ね、痩せましたね。うん、あのちょっと食事の量少しあの腹8分目までに抑え。でも腹10分目まで食っちゃうからさ、腹8分目にするようにしたら体重少しずつ落ちてた。昨日上がったら85なかった。そんどんだけ体重計乗ってるんですか。毎日乗ってる。マジですか。ということで半年以上乗ってないです体重計。もう乗らない方がいいよ、どん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 。お前60キロぐらいしかねえやった。いや、それはないです。ということで、今週のトーナメント情報ね。ということで女子は、最終戦、これが本当の最終戦だね、リコーカップで、これは、その年の優勝者だとかランキング上位者しか出れない、まあ、男子でいう日本シリーズ でそれがエリカさんギリギリ滑り込みで裏だらしいんで、まあ、だから、セゴドン、それからシュリちゃん、それからエリカさん、はい、この3人いけるよね。ということで、場所は宮崎の UMK なんとかね。なんとかって。いや、俺なんとないからわかんない。いや、僕も知らないです。宮崎はさ、青島とかさ、はい、フェニックスとかさ、はい、そういうのしか知らないから。宮崎行きたいですね。宮崎カントリークラブかな。うん、宮崎いつもご飯食べるとこあったじゃないですか。あ、名前言っていいですか。いや、言わない方がいいね。あ、ですか。うん、もうジャンプ行ってないから。ということで女子は。まあメジャーだよね、一応ね、はい、メジャーあるんで、まあちょっと3人とも予選落ちもないしガンガン行ってほしいねというとこで、そういうの好きですよね、あの予選落ちがなくてガンガンとかあのダブルスとかね、ガンガン行ってるやつ、ね、ですということで女子は、宮崎で、ね、リコーですね。で男子の方はカシオワールドオープンかなが、どこだ、高知黒潮か、はい、高知黒潮、何年行ってないですか黒潮。どうなんだ、でも結構行ってたよ。5年は行ってないですよ。でも5年は行ってないか、うん、まあそこもアップダウンきついしね、うん、もうやっぱジャムさん60過ぎてからはやっぱきつかったんじゃないかな、 ああいうコースは。でその前はあのこれ裏話ね、この裏話もちょっと入れておかないと。でカシオっていうと、はい、要はフェニックスが終わった後に、はい、昔は指宿でやってたわけ。してますよ。で来週ね、シニア今週かな、あのシニアがあのトーナメントやってるけどね、最終戦なんつったっけな、やめてくださいよ、調べてくださいよ、言ってくださいよ。忘れた、お酒のところだよね、やってるのね、白露、うん、があの指宿でやってるとね、ということで、あのフェニックス終わった後に必ず、皆さん知ってる人もいると思う、新春にゴーダっていう撮影を、これマルフィ秘話だからね、うん、フェニックスが終わった次の日の月曜日に、だいたい祁答院でやったりとか、あの辺に何かあったの、サザン、うん、なんとかっていう、なんとかっていう、なんとか多いですね。でもだって30年前の話ですね。そう、まあ、30年以上ぐらい前の話、で移動して、でそこで月曜日撮影して、でそのまま指宿に入ると。だからジャモさんトーナメントやって必ず帰ってきたんです、もう家に。うん、その週は帰ってこなかったです。だからあの遊びまくってたんだ。だからうまくない。そういうのは言わないですよ。お前あの、もう本当昔から研修生はジャンボさんいない時もう遊びまくり、もうパチンコ行ったりね、もう飲みキャバクラ行ったりね、で俺のボトルも勝手に飲んでるって言ってね。俺のボトルって言ってる時点でやるんですか。これはそうですよね。いや、これじゃないよ。俺がさ、あのせっかくあの日曜日とかに入れたボトルが、もう次の週帰ってきたら空になってる。バランタインで。バランタイン。あの頃は、30年はもったいないからっつって、なんか17年だかなんか入れてるね。つけて30年入れてる。っていう。いいですか、こんな会話して。まあいいんじゃない、もうたまには。あまり支障ないから大丈夫。
ということで、そういう裏話があって、まあ、指宿も遠かったね、鹿児島の市内から。なんかあれですね、お前指宿行ったことねえだろ。行ったことないですけど、話聞いてるとなんかすごいすごい運転をしてたっていう、ね、すごい運転してた、すごい運転してた。なんか赤が青に見えてたらしいですねいや信号ないから指宿使えないんだ信号ないからあの頃はね、そのフェニックスの時にあの借りた車をね、そのまま俺は乗ってって、はいはい、選手たちは、はい、新春リコーダーの テレ朝の人たちがあのバス、でかいバスを1台用意して、そのバスの中も広かったらしいですね。いやだろうね俺がもうあの車を運転してもうあのうちのバスの後ろからあの、まあ、その頃だとね、あのメッサのマネージャーの小次郎さんという方がね、はい、いたんだけど、その人と一緒に行ったりとか、はい、あの今だったらあれかな、はい、あの立夫さんのマネージャーやったら岩立君とかと、あの車に乗ってもらって一緒に行って、で選手たちはマイクロバスで、はい、なんかもう丸ちゃんからさ、秀光さんからさ、もうどんちゃん騒ぎしてたと。だから今の男子プロってどんなあれなんですかね。何がっていうか、そのなんかどんちゃん騒ぎ系、もうコロナでやっ、まあ今はやってないだろうけど、まあ、おとなしいいい子が揃ってるから、いない、あんまそういうあのトリッキーなどんちゃん騒ぎとかはしないんだろうけど、はい、まあその頃はね、そうやって、だってその、ね、なんかイメージでは、その男子ツアーがやる町が活気づくわけじゃないですか、その町、まあ、田舎でやればやるほど、やるほどその町がバーンってこう、うん、なんていうんですかね、その飲食店とか。あったね、あの上りも立ってたしね、はい、その頃はまあ、地方行けば行くほどなんかこうちょっと盛り上がりがあった、まあ、はい、関東は関東でやっぱ人が来るから、はい、そうですね、あれだったんだけど、はい、まあ、地方の方でやってもあの盛り上がってたことは盛り上がってたよね。たまにやるから余計来るんだろうね、うん、うん、まあ今はどうなんか知らんけど知らんけど、はい、まあ一応指宿で歌唱ワールドオープンっていうのは昔指宿でやってて、うん、でまあその指宿でやってた歌唱はね、ジャムさん優勝してないの実は。なんかね、それはフェニックスであんだけ頑張って月曜日撮影していやいや、でも優勝争いもしてるの、まあ、優勝争いもしてるし、あの、まあ、タイガーとかも来たことある。ああ確かに、あの黒潮の方ですよね。違うあれ指宿って指宿来てます。いや黒潮なんかタイガー来るかよ。あれ待って、あ、まあ記憶喪失だ。ちょっと何年前の話ですか。いや知らない、もう20年ぐらい前じゃない、わかんないけど。だって女子プロ来てましたもんね。それはあのもうこっちのもう最近だよ。2,3 年前。いやそんなわけないから。あのあれだね、あの黒潮の方でミシェルウィーが出てましたね。うん、でタイガーと3日目4日目一緒に回ったりとかなんかしてたな、ジャムさん。その頃あの V1 シームの流行ってる頃だから。ガルシアもいたんだ。あのね、シームはダメだったって、あれは。いやダメだったって、それがだって許可出ちゃったのかしょうがないって、みんな使ってて、ガルシアも使っててパチって使ってたじゃないですか。いや俺もらったんですよ、うん、まあそんなのが指宿では はい、ありました。で指宿のゴルフ場もね、結構いいゴルフ場なんで、見たい人はその次の週の、シニアを見てくださいと、はい、まあ、シニアはまたマクセンかな、もうちょっとね、マクセン強すぎっすよ、ね、マクセンに全部やられちゃってるけど、まあ、指宿はあのシニアがやりますということで、今週はあの男子は、高知の黒潮ねでやりますんで、シード権争いとかそういうの昔はちょっとこう騒いでたけど、女子は騒いでたけど、はい、男子は騒いでくれないよね。賞金王がどうなるかぐらいですね。そう言われるとそうですね。あのカシオといえばあの別室があるんですよね。皆さんあんまり気にして見てないですよ。あの予選落ちした選手がそのままファイナルコーリファイ申し込み行く部屋があって、あとその横にパソコンっていうか画面があって、ランクが出てる。そう、それにあの要するにちょっと残タオルタオルちゃん、ちょっとなんかこの部屋に入ってるのはちょっとっていうのね、ちょっとこう、ああこういうしょうがないですけどね、まあ、そういうあの試合でしたね。あのシードを決めるあの
情報というかそういうのも、はい、あのそうなんかパパ変わると楽しみがあったと順位が変わって賞金ランキングじゃないですか、うん、その賞金がいくら入るからって言って全部コンピューターがパパパパ変わるんですよね。でこうボーダーがあってそれの以下だったらそのままあの申し込みに行くというお前あのそういうギリギリの選手担いでこいよ。その緊張感すげえと思うよ。お前やったことないでしょ。そういうのそれはやりたくないでしょ。逆にそれやりたいと思うよ。ていうかだってでもしびれますよね。そういうなんていうんですか。いや絶対そうでしょ、うん、まあそういう状況は俺らは知らないけど、うん、まあそういうのがあの毎年そこでは行われたり。そうですよね。でシードギリギリといえば、うん、あのリー・ハナさん、ハナちゃんね。あれ最終パット半端ないですね。うん。いやその前にアプローチちょっとダメだろそれっていう。それはいいね。ガーンって言っちゃって。いやアプローチのさ、いやいやじゃなくて、いやしびれてると思いますよ僕は。しびれたのかな、うん、だって分かってるじゃないですか。ちょっとまあどこまで話聞けば分かりますけど、計算するじゃないですか。いやしびれてあのパットはできんでしょ。だからしびれちゃって入ったんですよ。ここで練習してたから。いやそれはどうか知らんけど、それはどうか知らんけど、まあ最後8メーターぐらいのパパッと入れて、うん、まあ結局準シードってやつかな、あれ51位から55位までのに与えられる翌年の前期のシード権みたいなねやつだよね。まあそれ入ったんで、まあ昨日もねもう早速来て練習してたからね。いやもうジャムさんも、まあ試合も昨日一昨日終わったばっかしで、やっぱりあの違うなって、頑張ろうとするあの気合が違うななんてことは一言言ってたんで。そうだよね。もうプロたちがさ、そんな状況よ。もう終わって次の日も来るぐらいよ。どん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 練習しないと差が開くねっていうことを言っとこうかな。いや僕本当に練習しないとこうなっちゃうんだって自分も実感してるっす。いやお前もう練習する必要ねえ。どうせ下手になってくんだからもうやる必要ねえ。いやだから負けるの嫌なんですよ。負けるわけねえじゃん。俺より練習量してるわ、ラウンド行ってるわな。俺がお前に勝てることね、もう60になってからで。いやだからなんか今どこのゴルフ場も予約取れないですよ。回る気ないから。ということで俺カレーうどん作らなきゃいけないから、もうお前と話してる暇はないんだ。カレーうどんのあの汁の濃度が大切なんですよ。やかましいお前。料理もできないくせに何をほざいてんだよ。どうよ。カレーうどんの、いや麺に絡むぐらいのとろみはつけてあるよ。あまた片栗粉の分量を。やかましいお前。そういう片栗粉とかそういうのだけ知ってやがってよ。腹立つわこいつは本当。